はいみなさんどうも MT です。今日は数一の1の11 2因数分解の発展補足やっていきたいと思います。動画の中でもですね、因数分解というのは非常に原理的に、ひ本当技術的にも難しくって、その難しさを逆手にとって RSA 暗号とかいろいろ作られているということをちょっとお話しましたけれども、逆に言うとですね、問題として提出された場合じゃあどうするんだってことでえ、くくられた、非常に簡単にくくれるものとか実数について着目したり、基地の公式を使うというようなことを紹介いたしました。で、今回はその基地の中でも結構有名なものを取り上て、 使いたいいたと思います、まあ、覚えて価値のある因数分解ということですね。というわけでえチャンネル登録・高評価ボタンよろしくお願いします。 で、その内容なんですけれども、まあこんな3つ用意いたしました。例えばこういうもの、これはですね、由緒正しい等比給数ということで、動画の中では A の3乗プラス B の3乗と A の3乗引く B の3乗ということで、マイナスの方、ぜひとも覚えてくださいと言ったんですけど、覚えるならですよ、これは非常に意味のあるものだということをちょっと紹介したいと思います。で、2つ目、この3乗引くマイナス 3ABC って、これ結構有名で覚えてる方もいると思うんですけど、実はこれ、数学的な価値がありまして、体の解、3乗方程式の解の公式を導くみたいな時に、結構便利だったりするんです。 むしろこれをたたき台にするともう結構簡単に、ね、あの出てきたりするんです。で、それのこれの因数分解なんですけど、実はこういうような簡単な因数分解ができて、ここがカルダノの解の、まあ、こういうことをやったのは実はラグランジュですけれども、オーラグランジュとかガロアとかですね、その辺のお話ちょっとしたいと思います。でさらににそれに着目して x x の,プラス x のプラス1まあ俗に複二次式とか言われますけれどもこれの因数分解、まあ、できる人はできますねそれのさらなる発展的な内容として円分多項式を扱いたいと思いますのでぜひとも端から見て最後までよろしくお願いしますはいというわけで一つ目これ扱っていきたいんですねでまずこの式を見た時に同時式だなと思わなくてはなりません A の n 乗そして B の n 乗どちらも n 次式でさらに全体が n 次式なのでやることといえば例えば A の n 乗とか B の n 乗どちらでもいいですけれどもこういうものでくくって ここういうようういよな式にしてしてまうことですねそして、まあ、これを r とか t とか置いたとすると r にしましょうか 1−r の n 乗みたいになるわけですね。そうするとこれを扱えばいいわけですよ。 これってどっかで見たことあるなと思ったら、等比級数なんですねで。こういうような式が成立することは、まあ、数列の方でよく知っていると思うんですけど、ぜひとも押さえておいてください。これは、まあ、証明そんなに難しくないですね。で、そうすると、ここにですね、これ、R が A 分の B と思ったら、これが出てくるんで、じゃあ、これに例えば R に A 分の B 代入してみましょうか。そうすると1、1たす A 分の B たす、えっと、A 分の B の2乗たす、点点で、A 分の B の、 n-1 乗イコール 1-a 分の b 分の 1-a 分の b の n 乗みたいになるんですねでここちょっと先に計算しておきましょうか、まあ、分母無視 a の n 乗でも適当にかけてみますかそうするとまあ分母で1個削れて a の n-1 乗が1個出てきてそして、ごめんなさい分母無視に a の n 乗かけましょうかそうすると a の n-1 乗に a-b がかかってくるで分子は a の n 乗 -b の n 乗が出てくる そうすると両辺これがちょっと邪魔なんでこれではしょってああの両辺かけてあげると何が出てくるかというともうまさに a の n-1 乗というのがかかってこちらは a の n-2 乗1個削れて b で出てきてここでまさに消えて b の n-1 乗が来てここは a-b 分の A の N 乗引く B の N 乗という式が出てくるだけなんですね。というわけで、まあ、これ分母知取っ払ったりすれば、もうこのままさに出てくるというわけです。まあ、逆にこういうふうにたどったわけですね。で、一旦等比級数だなみたいなことが分かってしまうと、どういうことが分かるかというと、もともとの式をちょっと眺めてみてください、これですね、これ見てみると、そうするとこれ、直接眺められないかな、こういう計算、まあ、これ使って代入してというよりかは、もうちょっと直接考えた方が嬉しいんじゃないかなみたいなことがあります。つまりこの式 b の n-1 乗なんですけど、もうちょっと丁寧に書きましょうか。n-2 の b す、こんな感じなんですけど、これですね、a 分の b の等比数、級数だって分かりますか等比数列なんです。等比数列の和なんですね。r を a 分の b としたときの等比数列の和なんですね。そうすると、初項が、公比が r、r と a 分の b で、初項が n-1 乗で1、1- 公比の 乗なんんででで、すけど、るる n がとで。これをもし a かけてあげたりすると a-b a 1-a b 分分ののののの n n n 乗乗乗、かけるすなわち a b b の a の n く b の n 乗という式が出てくるというだけなんですね。<し>というわけで同時式にまず着目してそうするとなんか等数列っぽいものが出てくるなとそれで、ね、これ使ってバーってやってやるやり方と一旦そういうことが分かったらもうこれ直接等数列だと思ってしまえばいいわけですね。という感じがまず1つありました。 はいといとうわけで次にこの因数分解やっておきましょうかいろいろです、ね、公式あると思うんですけれどもこれも一応有名なものとして紹介しておきますまず証明ですねこれ先ほどのやつの因数分解になるということを見ておきましょうまず次数について着目する方針でいきますと実はうまくいくことが分かっていてこんな感じでいきましょうでここから先ちょっとどうしようかなみたいな気分になるんですけれども面白い変形がありまして B の3乗 C の3乗というのがどういうふうなものから出てくるかということをちょっと考えてみるとこんなうふうな変形ができると思います ここから出てくれるのは B の3乗 C の3乗だけではなくて3の B2 乗 C とか3の BC2 乗なんですけどここで打ち消しているだけなんですねそうした後に 3BC をくくったというだけですそうするとここをうまいことですねこれとこれでセットで考えるんですね A の3乗たす B たす C の3乗マイナス 3BC でここがくくれるんですね A たす B たす C、まあ、むしろここに着目したという感じでしょうかそうするとここの部分が いわゆる A の3乗足す B の3乗の,点あの因数分解公式というのがありましたね。A 足す B のみたいなことですよね。そうすると B 足す C。そして A2 乗、えっと、マイナスの方ですね。ここがちょっとよく間違えるんですけど、B 足す C の2乗というのが出てきます。これがまさにここに等しくって、マイナス 3BC、A 足す B 足す C というのが出てきますね。あと A 足す B 足す C でちょっとくくっておきますと、どういうふうになるかというと、A 足す B 足す C でくくると、ここが、 A2 たす B2 乗たす C2 乗プラス 2BC というのが出てきましてこちらがこれでくくったのでマイナス 3BC というのが出てくるわけですねそうすると A たす B た C がそのままで A2 乗たす B2 乗たす C2 乗をちょっと先に書いておきましょうかこことこことここですねでここがまさに消えてマイナス BC になってマイナス AB マイナス BC マイナス CA というふうに順番にしておきましょうというわけでこれが得られました でちょっと面白いのはこの式直接考えるということではなくてこの式をそもそも考えてみるということですねそうするとこの B のところに Bω とかですねそして C のところに同時に Bω2 乗これ1の3乗根ですねそうすると1の3乗根をかけたところでここは変わらないんですね3乗したら1になりますからここも オオメメガガとと乗になったころで同時に変われば、ここ局消えるんですね。さらに同じように B を B のオメガ2乗、そして C を C のオメガというに書き換えたりすれば、必ずこういうふうなものも解になるわけです。こういうものが解であれば、ここを B オメガとかオメガ2乗、そしてオメガ2乗、オメガにしたものも解なので、A たす B たす C と A たす B オメガたす C C ですね、C オメガ2乗、そして A たす b オメガ2乗、C、オメメガガ乗すすでねこれひっくり返しただけですねこれかけたもので割り切れるはずなんでですこれで一旦割り切れればねなのでそんな感じで時数よく見てみるとここが111なんで最高時数同じだということでこれでこれまさに等しいということが分かってしまうんですねこれがなかなか面白い発想でございましていわゆるラグランジとかガロアがこういうところを開拓してきたんですね ほ、まあ、他にもですね B を中心に考えれば B+A+C と b a,、えっと、a オメガですか a オメガす c オメガ2乗とかですね、まあ、そういうふうに書き換えることもできるんですけど A を中心にすればこういうふうに見るということですね B を中心にしても C についても関係ない、まあ、そういう文字の違いについては全然関係ないわけですからむしろそういういこういう入れ替えの方がを着目してほしいということですね。 はいというわけで最後に3番こういうようなちょっと面白い因数分解をしてみましょうこれ副二次式の方ですねこちらから先にやっていますけれどもこれちょっと知らないとと言いますかこういうコツをつかんでいないと分かりにくいんですけどもしここが2だったら嬉しいですよね2だったら嬉しいので2にしちゃいますで半分しなきゃいけないんですけどその分は引いときますそうすると2だったら嬉しいというのはこういうふうにできるから嬉しかったわけですね そうすると、もう、えっと、ワト差の2乗というわけで、マイナス X、X2 乗、プラス1、プラス X という,うできるわけですね。まあ、適当に並び替えておいて、マイナス X プラス1とか、えっと、X プラス1にしておきましょう。これで一応、因数分解が終わりです。これ以上はもう、整数の範囲ではできません。実数の範囲でも複素数の範囲とか使えばできますけれどもね。例えば、これ、こちら側解いてみますと、これをまさに、えっと、オメガとかになってるわけですから、まあ、複素数使えばいけますよ。で、一方でこちら、実は関係があるんですね。例えば、これを、 x の2乗の3乗のマイナス1と見なすと、先ほどのケース、一番最初のやつですかね。そうすると、x の4乗プラス、x の2乗プラス1というのが出てきます。というわけで、ここが出てきているんで、今使ったようなことで因数分解してもいいですね x。x2 乗マイナス x プラス1、x2 乗プラス x プラス1、これでいいでしょう。本当はやりたいのは、もう1個の方。 これが x の3乗の2乗のマイナス1と見ることです。そうすると x3 乗マイナス1と x3 乗プラス1というふうに因数分解されますね。そうすると皆さんご存知のこの3乗の展開公式使うとこういうふうになるわけですね。展開公式じゃないや。えっと、こちらですね。そうすると x マイプラス1の方の x2 乗マイナス x プラス1というふうになるわけですね。で、結果としてこことここ、そしてこれ。で、これとこれとここが一致するんですね。むしろ、 これとこれが等しいいちょっっと待ってくださいねここがまだ分かんないとしましょうか。これ知らなくって、ここで詰まったとしましょうか。そうすると、ここもうちょっと因数分解できたんですけど、こういうふうに因数分解されるわけですね。x4 乗プラス x2 乗プラス1。これで詰まったとしましょうか。詰まったとすると、 よくく見てください。こことこことここ絶対一致しなきゃいけないですよね。というわけでこれがここに等しいということは実はこういう計算からも分かってしまうということですね。これがなかなか面白くってこれの背景にあるのは円分多項式という正六角形ですね。1、2、3、4、5、6、まあ、こういうようなものの x の6乗イコール1。 というものを解いたものの、こういう回から実は来ているということを知っておくと、まあ、後々、複素数のところ、塩分多項式で、より良い理解ができるかもしれないので、紹介しておきました。というわけでですね、この辺はいろいろと、その体の変化の話とかもいつかできるといいと思うんですけど、面白いことがたくさんあるので、ぜひとも自分で調べてみてください。というわけで、次の動画もご覧ください。さよなら。